現代の標準的なクラシックギタースケールやボディサイズが全く異なる2本のクラシックギター通常のチューニングでの音域クラシックギターとはガット、ナイロン、フロロカーボンなどの弦が張られたギターのことである。スパニッシュギター、ガットギターとも呼ばれる。フラメンコに使用されるクラシックギターは激しい演奏からボディトップを保護するためのゴルペ板を装着するなど フラメンコ演奏に最適化された仕様となっており、クラシックギターとは区別して、フラメンコギターと呼ばれる。標準的には6本の弦と19のフレットを持ち、一般的には6弦側から E2A2D3G3B3E4 に長弦され、音域は E2B5 となる。ただし、弦の本数やフレットの数などは多種多様であり、低音弦を1本足し、最低音を B1 とする7弦ギター、あるいはさらに弦の本数を増やした10弦ギター、フレットの数を20として最高音を C6 にしたものなどがある。一般的なクラシックギターのヘッドストック一般的には片側3つの糸巻きを持つスロッテッドヘッドが採用される。ただしソリッドボディのエレクトリックガットギターの中には片側6つの糸巻きのヘッドストックも存在する。 クラシックギターにおいて特に高級機種になるとこの金属製の糸巻きにも精巧な芸術的細工が施される。基本的にはマホガニーなどの木材を用いる。エレクトリックギターやスティール弦のアコースティックギターとは異なり、ほとんどの場合トラスロットは入っていない。アコースティックギターはテンションの強いブロンズ弦を用いるのに対し、クラシックギターはテンションが弱いナイロン弦を 使用するため、ネックぞりそのものが少ないという理由もある。指板は黒単や芝を用いるのが一般的である。フレット数は他のギターに比べると少なく、19フレットまでのものが大半である。カッターウェイと呼ばれるトップボディ上部右側がえぐれたタイプは、それ以上のフレットを装備したタイプもある。ボディとの接続は12フレット位置が大半だが、 近年のポピュラー音楽用モデルでは、スティール弦アコースティックギターで、一般的な14フレット1接続を採用したものも見られる。ネック幅は、アコースティック、エレキギターに比べても、格段に広く、ギターの中でも最も幅が広い。これは、クラシックギターそのものが伴奏ではなく、主にソロ向きに特化されているためである。特殊なものを除くと、図のような箱構造のボディである。 素材は木材でボディトップはスプルースやレッドシダー、サイドとバックはシタンが使用される。高級機種になるとサイドバックにはワシントン条約で規制がかかっているハカランダが重宝される。ストラップを装着するためのエンドピンなどはないのが一般的である。ポピュラー音楽の演奏家向けの製品ではソリートボディのものも存在する。トップ板の特徴としてスプルースが 白色に近い色をシダーは赤みがかった褐色を呈している。また、スプルースは硬質でエッジの効いたシダーが完備な音色の傾向を持つ。上級機種であるほどトップバックサイドとも一枚板を使用する傾向がある。基本的にはピックアップやプリアンプなどを一切装備しない。ただし最初からポピュラー音楽演奏用に設計されたモデルの中にはブリッジ部分に 圧電式ピックアップを入れ、プリアンプを装備したものも存在する。クラシックギターを参照ジョアン・ジルベルトクラシックギターを用いるポピュラー音楽としては、ボサノバがよく知られている。著名な演奏家として、バーデン・パウエルやジョアン・ジルベルトが挙げられる。また、ボサノバ以外にもラテン音楽では、クラシックギターを用いる例が多い。ボサノバでは、 独特の弦のビリつき音が美徳とされているので、あえて、ボサノバギターでは、弾くと弦が、指板にぶつかりビリつくほどに、弦高を下げることがある。アストラピアソラが最も有名で、ブエノスアイレスの春、夏、秋、冬は今日における、クラシックギターの主要レパートリーの一つになっている。また、天使のミロンが、天使の詩なども人気曲である。単語独特の低音源のリズムの取り方が、 特徴的である。パッド・メセニーやコシダ・タローマル、ゴンザレス・ミカミ、グレッグ・カー・マイケル、天野清次リー・リトナーなど、ジャズギタリストの中にもクラシックギターを用いるものは多い。渡辺・和美もクラシックギターを使用し、クラシックギタリスト・福田・真一とデュオを組んだこともある。リッド・オー・ミュージック、ドレミ・楽譜等の大手出版社から、クラシックギター用にアレンジされた、 ジャズソロフが多数リリースされている。その場合はクラシックで伝統的な五線譜以外にもタブ譜が併記されているケースが多い。スコット・ジョップリンのギター編曲集が有名。特にエンターテイナーは今日一般に流通している多数のソロフにおいて収録されている。カントリー音楽ではウィリー・ネルソンやジェット・アトキンスなどがクラシックギターを頻繁に使用していた。ウィリー・ネルソンは フラットピックを用いた奏法で、アイキのサウンドホールの下側はピッキングによりえぐれて、ボディトップに貫通口が出現していた。女性ギタリストでは、ムリエル・アンダーソンが世界的クラシックギターを主に使用しているが、時々ダブルネックのギターを使用したりと革新的なプレイも行う。1950年代は、小川正夫の曲をクラシックギターで弾くのが流行った。また、 当時演歌を弾く、流しの使用していたギターもクラシックギターが主であった。しかし、その当時、日本ではまだ、クラシックギター制作の技術が発達していなかったため、良質なギターは少なかった。クラシック音楽としてのクラシックギターに影響を受けた、ポピュラー音楽の演奏家も多い。代表的な例として、ランディ・ローズ、スティーブ・ハウなどが挙げられる。ビーズの松本隆弘は、 もう一度キスしたかったのラストにおいてガットギターの多重録音を試みている。また、1980年代に活躍したロックバンドボーイジャスティのギターソロパートにおいてもクラシックギターが採用されている。パコデルシアスペイン南部アンダルシア地方の民族音楽舞踊であるフラメンコは白のフラメンコギターを用いるのが一般的である。NHK で放送された。 今宵フラメンコを極める。では、アルハンブラ宮殿近郊にあるアントニオ・マリン工房が登場している。番組の中でアントニオ・マリン工房を訪れたフラメンコギターリストのアントニオ・ゴンザレス氏が白のフラメンコギターを用いてフラメンコギターの奏法を紹介している。フラメンコのギタリストの中にはパコデルシアやビセンテアミーゴ、トマティートなどのようにポピュラー音楽の演奏家として レコーディング活動を行う者も,も存在する。五十音順。クラシック音楽の演奏会一覧クラシックギター、奏者も参照。ありがとうございます。